大阪の対戦。そして、センターは浅田選手先行で、いつものごとく距離で測ります。さあ、これは浅田選手先行を取ったっていうことで、同じリーグメンバー同士の対決なんですね。さあ、浅田選手の状態はどうなのか。まあ、同じリーグメンバー同士の対決ということですね。刺さりが甘くて19にスイッチした浅田選手ですね。見事19決めてきました。さあ、しっかりと60を絡めて100を取った石井選手。さあ、ここも100点。今日は滑り出し、石井選手いいですね。過去2戦のイメージでは、前半少し、60が絡みにくくて苦戦する感じだったんですが、スロースターターのイメージですね。今日は序盤から60しっかり絡めてきてます。さあ、ここも95取ってきました。さあ、浅田選手300、18、20からですね。さあ、60絡めて83点。さあ、206残り、石井選手トリプル絡めて、さあ、ここも100ですね。調子良さそうですね、石井選手。さあ、浅田選手、さあ、106残り20からの18、そして20に戻る。あ、いっちゃんねるさん、ありがとうございます。さあ、そして浅田選手、120残り20ライン。そして8ダブル。さあ、ダブルの怖さ、何度もですね、何度も見てきてますので。さあ、浅田選手チャンスきました。アレンジからのしっかり決めてきました。24ダーツと、浅田選手にしては少し物足りないダーツですが、これから上げてくることでしょう。さあ、そして石井選手。
先行の2レッグ目。さあ100取ってきました。しっかりと20トリプルを2本決めて、きた20。183残り、石井選手大きく削りたいですね。相手が浅田選手なだけに。さあ浅田選手、さあここ必殺の18トリプルが決まらず上がり目出せず、トリプルからそしてトップアレンジ。さあ石井選手ここダブルですね。さあサイドから、決めた。18ダーツキープ。石井選手先行の2レッグ目をキープですね。さあ浅田選手先行の3レッグ目。まあ序盤はですね、浅田選手でもやはり緊張感とか感覚をつかむために滑り出し悪かったりしますけどね。まあ先ほどの鈴木徹選手もそうでしたね。はい、なのでまあこの3レッグ目ぐらいからですね、3レッグ目ぐらいから選手エンジンかかってくると思います。さあトリプル絡めて302残り。対する浅田選手、302残り。どうですね、18とか20かですね。さあ225残り、ここも上がり目出せず。そして石井選手、さあ石井選手も得点能力ありますからね。
ここは60絡めて上がり目出したいところ、絡めてきました。そしてしっかりと100点取って160残り、浅田選手絡む。121で64残り、160。もう一本。さあ浅田選手ワンチャンス。16、うっと下にずれて17からの20ダブル、うっ決まらず。さあワンチャンス石井選手、うっこれはトップアレンジなのか。トップアレンジ20ダブル。少しリズムがね早かったような気がしますね、3投目。さあ浅田選手しっかり決めていきました。21ダーツ、外に刺さっているダーツをこう利用した感じでねじ込んできた感じですね。壁を作って入れてきました浅田選手。本当にね浅田選手珍しく20代のダーツなんですが、決めるところはしっかり決める。スイッチで19トリプルをしっかりと決めてきます。さあ石井選手、140決めてくる。さあ得意の18トリプル、54決めてきました。さあ202残り、石井選手に対して浅田選手トリプルから、ここで140でしっかりと170アレンジ。118点で、52残り、もうね合ってきましたね。3レッグも立てば、樋口選手もいつも思うそうです、今日は浅田選手調子悪いんじゃないのと思いきや、バシバシ上げてきますね。そしてしっかり決めてくる、ね。さあこれで 15ブレイク、ね、15ブレイク浅田誠吾。今日は19をチョイスしてますね、スイッチする際は。そしてさあ
トリプル絡めてもう一本。さあ276残り19からじゃないね。ここで捉えてもですね、まあ180残りね。さあ浅田選手がいつもの感じになってきましたね、もうね。さあ160残り、トリプル捉えて、さあ100を取って80残り。さあ対する石井選手280。さあ20。ダブル気味に打ってきましたね。そして20ダブル。もう浅田選手のねテンポが速くなるとき、リズムが変わるときっていうのはワンランクアップしたときですもんね。自分のダーツとリズムが噛み合ってきて入り出すと。しっかりと決めてきます。18ダーツでキープ。これで浅田選手王手。さあ石井選手まだね流れ的には浅田選手がいい流れになってきましたが、やっぱスチールダーツなので勝負の行方はどうなるのか分かりません。石井選手も実力者なので。もう分かった感じですかね。ちょっと手がつけられない感じになってきましたね。500取ってきました。344残り。ここ上がり目が出せないので大きく削りたい。さあ261残り。19チョイス。トリプル。そして19、20、18。さあ、アレンジしっかりと決めてきました。170残りに対して12から。20シングル、20ダブル。さあ難しい難しいワンチャンス。トリプル捉えて73残り。20ダブル決めた。16ダーツでブレイク。はい、見事
勝利した浅田選手です。ナイスダーツでした。石井選手とはチームメイトなんですか？あ、そうなんです。リーグで同じメンバーなんです。あ、そうなんですね。それはソフトですか、スティールですか？あ、スティールで。少し出だしやっぱ硬かったのはやっぱりこの石井選手をちょっとリスペクトしたような部分があったんですか？石井選手はですね、はい、結構僕ら のいい兄貴分で、はい、キャプテン的なポジションをやっていただいているので、はい、ちょっと緊張しました。サンレックぐらいからですかね、浅田選手の得意の140がバシバシ決まって、今日は19スイッチをよく使ってましたけど、いつもは18が多いと思ったんですけど、なぜ今日は19を使ったんですか？いや、ちょっと上に被ることが多くて、まあ、調子もあんまり上がってなかったので。あ、そうなんですね。そう、下から上げようと思ったんですけど上に被ってしまったので19を、はい、スイッチしました。大体浅田選手といえばやっぱりターゲットから下目を狙う感じですよね。はい、そうです。ちょっと今日は上に刺さることが多かったので、ちょっと、はい、流れ的に19いったということですね。はい。でその19もバシバシ決まりだしましたが、こう良くなってからはどんなことを考えながら投げてたんですか？あ、今試合しながら後ろにモニターで試合を中継してるんですけど、はいはい、ちょっとアベレージが気になりだしてからアベレージがですね、はい、はい、まあ、でも、はい、めちゃくちゃいいお世話になってる先輩なんで、はい、試合ができて光栄です。あ、そうなんですね、分かりました、はい、さあそろそろですね、感染者もですね減ってきて、こうオープンになれそうなんですが、ワクチン接種は胃の一番に行きますか、受けれるようになったら。うちの、はい、うちの嫁が2回打ってるんですか。俺まだ1回も案内が来てないです。ああ、そうなんですね。あ、そうですよね。奥さんはそういった関係のお仕事されてるんですよね。はい。いや、本当に浅田選手がこうね、素晴らしいダーツを後半見せてくれて、みんなも盛り上がってきました。最後にファンの皆様に一言よろしくお願いします。はい、もうすぐ、20日で、緊急事態が解除されるっていう話もあるので、はい、皆さん僕を応援していただきながらお店にも来てください。お願いします。はい、よろしくお願いします。店でバシバシ、使ってあげてください見事石井選手に勝利した浅田誠吾選手でした。ありがとうございます。ナイスダーツでした。